どうも、PO25 です。ちょっと動画を撮ろうと思って動画を撮るわけですけども、あんま長くしたくはないんだけどね、わかんない。というところなんですが、10月の15日に、デレマスというか、アイマスの YouTube 公式チャンネルの方で、デレマスのセブンスライブ大阪公演1日目が、同時上映みたいな感じで無料で公開されたんですよ。はい。で、私、見ました。初めて アイマスのライブ自体マジで初めて見て、なんでせっかくなんでちょっと感想の話をしたいなというところで、この見た記念にちょっと撮っていこうかなというところでございます。はい。まあ、ちょっとあんま長くなりたくないんですよね。あんま長くなりたくないとか、あんま長くできないんですけど ちょっとその理由も後で話すんだけどね。というところで、ちょっと早速お話しさせていただこうかなと思います。いきましょう。というところで、まずは、あれですね。やったというところなんですが、まず全部見てないんですよ。どこまで見たのかっていうと、パレットまで、最初からパレットまで見たんですね。いろいろ理由があるんだけど、皆さん知らないかもしれないけど、私って実は、野球ってスポーツが好きなんですよ。で、今日、どうしても、大事な、めっちゃ大事な試合があって、というのも今日は、パ・リーグ、クライマックスシリーズ、ファイナルステージ、多分5戦かな ?5 対5戦という試合がございまして、オリックス・バファローズ対ソフトバンク・ホークス、福岡ソフトバンク・ホークスなんですけれども、あれですよ、あれさ、橘里香さんの旦那さんがいるチームがオリックス・バファローズ、招いた、そう、内田真礼さんが好きなのがソフトバンク・ホークスですよ。その2チームがやるんですよ、今日の試合を。で、何がそんなに重要なのかっていうと、今日の試合、オリックスが勝った場合、日本シリーズっていう、日本一を決める戦いに出る権利を得ることができまして、で、オリックスが今日その王手をかけてたから、今日の試合を見なきゃだと いう感じになってて、で、見てえなーと思ってたんだけど 見たいなーと思って、その試合見たいんだけど、でもなんかそれもせっかくやってるからっていうところで、で、その、あれさ、なんか、で、その、まあいろいろあってさ、それも後で感想のパートで話すんだけど、パレットがあるのかないのかっていうのだけを知りたくて、で、まあこう、セトリだけを先に調べて、パレットあると。じゃそのパレットまで見ようっつって、まあちょっと試合も始まっちゃったんだけど、まあまだいい、まだいいというところで、パレットまで見て、試合に行きました。というところなんですが、ちょっとお話をさせていただきましょう。まずは、京セラドームでやったというところで、ね、大阪1日目。それもすごくないですか? 京、なんですごいかって言ったら、さっき言ったオリックス・バファローズっていうチームなんですけれども、京セラドームを本拠地としてるわけですよ。だから先に結果的に言っちゃうと、オリックス結構勝ったんですね。しかもサヨナラ勝ちっていうすごい、いい勝ち方。今日決めたのがね、中川圭太選手なんですけども、中川さん大好きなんですよね、本当に。何でしょう、デビュー年からさ、すごい交流戦からすごい活躍して、めちゃめちゃすごい大好きなタイプの選手で、もうザ・好打者みたいな、打撃の職人ですよみたいなバッティングする選手なんですよ。今トレンドどうだろう、わかんないけど、無敵の中川っていうトレンドあったら、その選手です。マジで大好きで、その選手が最後サヨナラヒットを打って試合を決めたんですね。そんな日に、京セラの、京セラでやったライブの無料公開っていうところで、なんか、あ、運命的な何かを感じるなと 思ったわけですよ。では、最初ね、ラルズ・イン・ザ・フロンティアやってさ、MC やってアンロックスタービートだったか、MC やらずにアンロックスタービートだったか忘れちゃったんだけど、で、MC。で、その間もさ、あ、デレマスすげえなと。人数多と思って 人数多いなと思いながら、メンバー紹介に入るわけですよ。ね、メンバー紹介に入ってさ、え、これ、いいのかなと思って、私の担当と思って待ってたんです。普通にいました。ね、普通にいたんですけど、まあそのね、見てる中でさ、マレータスが出てきてさ、お、マレータスだ。で、その後、マレータスと橘里香さん、どっちが先か忘れちゃった。橘里香さんだったかな、橘里香さん先だったんだけど、橘里香さん待ってるってさ、あっと思って あ、えっ いるんだっつってね。そうね、そうなんだよね。で、橘里香さんで何が面白いっていうとね、橘里香さんの旦那さんって若月健矢選手なんですけど、その選手、
キャッチャーなんですけど、ちょっと前にオリックスで、その、キャッチャーやってた伊藤光って選手が、今ちょっと DeNA にいるんだけど、その選手がいて、確か立花梨花さん、野球選手として、伊藤光さんが好きなんですよ。でも、伊藤光さんと若月健さんって、まあ、言っちゃえばライバル関係なんですよ。同じキャッチャーとポジションだから。ね。でもライバル関係の、しかも好きじゃなかった方の選手と結婚するっていう。面白っていう話があるんですけど、まあ、それもやってて、マライタソンもいて、うわ、すげえと思って。まあ、それでね、まあ、いろいろ流れてる中で、ね、担当いるわけです。結局ね、ピンクチェックスクールの3人、うずき、だから、あれだね、うずきと、京子ちゃんと、コヒと、まゆいたんだよね。で、ああ、4人いると思って。まあ、赤りんごとひなこさんここにいなかったけどね。まあ、ああ、すげえと思って。で、まあ、そこからね、いろいろ入っていくわけですけれどもね。まあ、ビニール左右がつとかっていうのも非常に素晴らしかったですね。で、まあ、こう、その時ね、座礁やりながら見てたんで、あまりこう、なんか、ながらだったんですけど、でもなんだろう、松井さん、神谷直さんの声優さん、松井さん、すごい神谷直さんだよね。びっくりするぐらい神谷直さんでさ。いやー、すげえと思って。後ろに今回、バンドがいたよね。うん、だから、それも、なんか、新鮮だったというか、オウムアムアとか、すごい印象に残ってるね。来た時、あれこれ何の曲だったっけと思ったけど。あ、オウムアムアだっつってね。かっこよかったね。で、まあ、いろいろやって、ハッカとかがアコースティックバージョン、インファクトハッカがアコースティックバージョンでやったっつってね。うん、で、ホワイトアゲインあたりが、その、ホワイトアゲインあたりだったっけか、くらい。なんか結構途切れ途切れで一回見たんですよ。なんか、結局さ、その、ピンクチェックスクールがいるっていうのが分かったから、じゃあ、そのパレットを調べた理由が、試合が見たかったっていうのと、ピンクチェックスクールがいたから、じゃあ、これパレットやるかもしれないと思って調べたんですよ。そしたら、痛い。その調べてる間が、その、ハッカとかインファクトあたりとか、ホワイトアゲインとか、フロスターあたりだったんで、ちょっとそこら辺はまあ、微妙なんですけど、曖昧なんですけど。でホワイトアゲインあたりの時にね、普段私チャット、YouTube のプレミアム公開のチャットは切るんですけど、見たんですよね。見たらさ、若月さんの打席の結果が流れてくるっていう。あ、やっぱそうだよなっていう。でもみんな若月さんの話するよなと思って。今日若月さんはスタメンでした。キャッチャーで。今のオリックスはキャッチャーが若月健也さんって選手と、若月健也選手と伏見トライ選手が二人やってるんですよね。トングーくんがね、今ほぼやってない、キャッチャーはね、このシリーズはやってないから、その二人なんですけど、二戦目？ん？宮城くんの試合なんで、二戦目かな？二戦目は伏見さんだったよね。ん？で、負けた試合は？あれ、先発田島さんだよね。田島さんってことは、伏見さんじゃないかな、その日。わかんないけど。若月さんは基本的に山本由伸投手っていう、今日本で一番すごいピッチャーと組むことが基本で、で、今日、先発が、山岡さんか。山岡さんも、何でしょう、こう、すごい、エースってことじゃないんだけど、オリックスはね、すごいピッチャーがやばくて、そう。山本由伸投手っていうのが、まず球界最高。で、宮城投手っていうのがいて、それも、左としては本当に、年齢考えたらマジで、年齢だ、世代的にはトップクラスかな？多分その同世代がちょっと今パッて出てこないからわかんないけど。で、まあ、他にも渋い活躍をするその田島投手だったりとか、山岡投手はね、昔エースだったというか、一回、なんか最高勝率、一番勝ちますみたいな、確率的には一番勝ちますみたいな賞も取ったことがあって、で、それ以外にもたくさんいるんですよ。でもそんなピッチャーいいんですけど、そのいいピッチャー陣を支えてるのが若月健也選手なんですよね。立花梨花さんの旦那さんなんですけど、打席結果がね、流れてくるというところで。まあいろいろあって、まあそれをそこら辺があって見た後に、まあ夢を覗いたらやったら、次にパレット。さあ来ました。パレットだと思ったんですけど、ロック、ライブだったじゃん、ライブじゃねえや。あれ、バンドだったじゃんか。めっちゃ印象変わったね。なんか。
あれ？なんか全然そのいつも聞いてるパレットと全く違くて、あ、なんかこんなかっこいい感じのパレットになるんだという感じはしました。あと衣装がね、そのだいぶ若干かっこいいめの衣装だったんです。キャストさんが着てたのが、あの小川さやかさんと、津田ねきと種崎さんが着てたのがだいぶそのかっこいい系の衣装だったので、なんかそこもね、その個人的にはすごいかっこいい系の衣装が好きで、毎回ね、だから基本的にパレット見るときフューチャースペースと、ドラマティックナイト、ビタースイートタイムで見るんですけど、なんかそれにも合っててね、すごいなんか、あ、なんかありがた、ありがたいっていうかね、いいなって思いました。かっこいいなってあとはそうだな、美細とかはかっこよかったよね。でオーバーがやっぱ合ってましたオーバーがやっぱね、バンドでやってたから合ってたのよ。こんな、そんな感じなのかな。セブンスはロック系生感も、でもあれだよね、やっぱライブのロゴとか見るとロックな感じがしますね。名古屋でやって幕張メッセ、これセブンスなんですか？そうなんですよ。私はあのデレマスのライブとかアイマスのライブは何も行ったことないので全然わかんないですけど、ねえ、ね、メットライフでベルーナでやった時行けよかったね。なんかあれだよね、ラブレターやったんだもんね。ただまあ運命的な日でしたね。結局出たもんね、オリックスもね、日本シリーズなので、オリックスとヤクルトっていう対戦カードです。あ、今さ下の方見たらさ、ホットリミットあるじゃん。うわー、マジか、見れよかった島村的にもオールオッケーあったじゃん。マジか、見れよかった。うわー、これ何時ぐらい、何時ぐらいだ、ライブ大体3時間弱でしょ、3時間30分ぐらいでしょ。だからパレットあたりがあれだから、7時ぐらいか。だからライブ始まりが5時、2時間だから8時ぐらいか。まだちょっとダメだなちょっと試合見てたな、普通にな。まあしょうがないね。そんな感じかな。だから見てる時間が短いからそんなに話せるんだってね。いやでもなんか、いや、ライブだって気はしました。なんか久々だったからさ、ライブっていうのが、元からその見るのも、いつ以来、その視聴動画とかじゃないもので言えば、視聴動画だとあのミュージックドーン、あのシャニの方ですね、シャニマスの方のサード見てるんですよ。あのノクチューが初めてやるってやつ見てるので、それは見たんだけど、ライブ本編をなんか映像でも何でもいいから見るっていうのはマジでラブライブフェス以来。これ何度もこの話するの、ラブライブフェスね。1月あたりやりましたね。2年前の1月とかだよね。すごいね、めっちゃ経つね。いいですか、ちょっとだけ話ラブライブフェスの話をちょっとするんだけどさ、最近パッて思い出したんだけど、あの私、あの虹ヶ崎スクールアイドル同好会、なんだっけ、あのほら、これ思い出した要因がさ、そのスーパースターズのさ2期がひどいっつってね、あの3期行くんだけど、なんかすぐに2期がめちゃめちゃ酷評みたいな話で思い出したんだけど、虹ヶ崎のアニメあったじゃん、虹ヶ崎っていうコンテンツあるじゃん。あれね、あの私推しがね、エマタソなんですよ。完全には決まってないんだけどね、あとは歩夢さんとかなたさんあたりで揺れてるんだけど、現状は暫定的にはエマタソなんですよ。その理由がね、ラブライブフェス2日目の LV 行ったんだけど、そこで見たサシレマリアさんなんだよねサシレマリアさんのね、エヴァーグリーン、あれを見てね、あ、なんかやばっと思って、なんか初めてでした、あれは。なんかそのなんていうの、一瞬にして虜にされたっていう、あの感覚を初めてでした。なんかそれまで推しってさ、基本的にその長い時間かけてさ、これかなって決めてたんだよ。
だけど、その時だけは、スッて一瞬で虜になって、あっと思って。なんか、サシエマリアさんのダンスが別にその特別何かすごかったとかわけでもないです。その場からほぼ、ね、その、なんていうの、その、あまり範囲的には動いてないんだけど、それがなんか癖で、めちゃめちゃ良くて。だから、サシエマリアさん意外と好きなんですよね。だから、ワタテンとか、私に天使が舞い降りたとか、再放送やってたんで、見ました。全然関係ない話になったんですが、終わろっか。なんかほぼテレマスの感想話してない気がするけど、まあいいや、というところで、ありがとうございました。チャンネル登録もね、待ってますんで、お願いします。バイバイ。